お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ今夜も始めます。よろしくお願いします。今から20年前佐渡の辺見酒造で箕浦純一さんという方に出会いまして、それ以来酒の情報なんかはもう全てその方からいただいておるわけで、その酒造りをいろいろ指導じゃないですね、教えてもらったりもしとるわけなんですけども、その人は本を書いておりまして、平成19年に出ましたこの一冊の本を紹介します。読む純米酒と言います。これは第一章が、酒造りのことについて詳しく書いてあるわけですね。精米から始まる酒造りのことをいろいろ詳しく書いてありまして、第二章はその酒造りの元はやっぱり米作りだろうということで、米を一生懸命作っとる酒蔵のことも書いてあります。で第三章は、当時さんを取り上げて、一人一芸ということで、その当時さん、新潟県外なんですけど、当時さんを5人選び抜いた5人を取り上げております。どの人も個性豊かな酒を作っております。で後ろの方行きますと、俺の撮った、それこそ20年以上前に撮った佐渡愛川の海の写真がいろいろ載っとるわけでして、ちょっとこれを紹介させてもらいます。はい、まあ、カラー版なんですけど、最初はまあこう白黒から始まりました。ここにある、関の関本、関本を作っとる関の、集落よりもう少し北へ行った岩屋口っていう集落をこうちょっと望遠で狙ったところなんですけども、それからそのさらに北、佐渡の最北端、大野亀ではなくて二つ亀をバックにして、こう冬場にの名物といいますか、波の花がこうふわーっと舞い上がったところを撮っております。あとは尖閣湾の揚島の夜景ですね。これ、イカ釣り船の光にこう照らされた揚島が映っております。あとは春日崎、同じくイカ釣り船で、なんだろうな、灯籠が映っておりますが、そんな写真とか、あとは夫婦岩も、まあ、昔はその後ろにバックにはイカ釣り船が夏場になるとずらーっと出たもんですが、こんなライトアップみたいな感じで照らし映し出された夫婦岩の写真なんかもあります。こんな写真が載っとる、読む純米酒なんですけども、平成19年に出ました。まあ、佐渡は一度行けばもう行かんでもいいところだなんつって言われておりますが、こういうところをあちこち回る、これ愛川だけなんですけども、それ以外にも、まあ、佐渡中を回るとなると、とてもとても一日じゃ回りきれんような穴場っていうか、そういうところはいくらでもあると思うんですね。今能が盛んでありますし、能を見たりとか、あと山歩き、トレッキングなんかも流行っておりまして、密かなブームだらしいです。山歩きなんかもそういうところを回ると、本当1日2日3日ぐらいはいるんじゃないかと思うぐらいの佐渡島なんです。そういう佐渡島の今日は宣伝をここに酒の本なんですけども、まあちょっとばかり出とるもんですからさせてもらいました。はい、ということで第20回目の晩酌151へでした。